ようです。タイからここ稲葉市にやってきた高校2年生。そういえばさ、前に話したやつやってみた。ほら、雨の夜中にってやつ。俺は自分の部屋のテレビに手を近づけて、イザナギ、とにかく犯人許せねえよ。私たちにできることをやるしかないよ。みんな僕のこと知ってるつもりなんだ。捕まえてごらんなんて意味ありげな挑発。おっしゃ行こう。私たちで絶対犯人捕まえよう。早速テレビの中だ。AQL.